ありがとう整体の平野です。恥骨のですね、スイッチングをね、こう、見つけたんですけども、この骨盤の、この軸、ね、あの骨盤が動くね、軸としてやっぱり恥骨っていうのは非常に大事で、でこういうふうに動く時の、恥骨が軸になるんですが、この恥骨の、スイッチングというね、恥骨の緊張を抜くというね、その前に、この靭帯がね緩んでいる場合は、締め直さなければいけないんだけども、それで恥骨のスイッチングを取るとですね、これ本当に面白いことが起きて、今までこの股関節が硬いと思ってね、この膝とかをこう持ってこうぐるぐるって回した時に、これ股関節硬いんだなと思ってたものがですね、実は恥骨の調整をするだけでですね、股関節がぐるんってこう動くね、ふんなところをこう見つけました。ということはですね、やっぱりこの体のこの軸で動くということをね、非常に体を緩めるというふうに考えると、本当にね、当院のこの中心軸を作ることによって、体が緩んで良いという状態を作る。で、それを無理やりね、この緩めるんではなくてですね、緩んでもいいよという状態をね、作るという、ちょっと変わった整体です。日本中というか、当然この同じやり方は絶対ないと思うんですが、日本中探してもですね、この前もお客さんに言われましたけどもね、そういう地区でですね、本当に今整体がどん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 できてきて、もうたくさんの整体の中で、いくつかは行ったけども、私のね、こう整体を受けて、もうこんな方向性の整体は全然初めてですというね、ことを言ってくださいました。本当に当院のね、当院というか私のね、やっぱりこの目指す方向は、無理やりこう緩めるのではなくてね、緩んでもいいというね、その体が緩んでもいいというね、状態に持っていく、そんな整体を心がけてやっていく中で、今回の恥骨のね、調整、本当にね、これ本当面白いんですけども、ここは本当にこうねじった時とこうねじった時、このスイッチングが違うんですね。ただこれはチャクラシートですね。私が開発したチャクラシートを使うか、ゼロ磁場とかね、そういったパワースポットに行って、調整をね、する必要があるのではないかなというふうに思います。それはなぜかというと、チャクラシートを外してですね、このスイッチングをしても、スイッチング切り替わらないんですね。これは本当に当院に来てもらうと、体験していただけると思います。嘘ではないです。ね、そんな形で、恥骨のね、何か問題がある場合はですね、当院にお越しください。ありがとう整体の平野でした。ご視聴どうもありがとうございます。